どうもパーフェクトプロの山口博です。さあ今日もやってまいりましょう。ピロキの脱上達道場グリップの作り方ということでやってまいりました。このグリップの話やっていきたいと思っております。ね、これ一番最初にちょっと皆さんにお伝えしておかなければならないことがあるんですけれども、結論から言うとですね、グリップに正解はないです。ね、正解はないとなっております。いやいやいや、ちょっとピロキさん、そしたらこの動画見る意味ないんじゃないですか。ちょっとそう思われるかもしれませんが、ちょっとお待ちください。実はそのグリップを作るには絶対条件というものが一つだけ存在しております。で、そのことを今日は話をしていこうかなと思っております。で、そのダーツのグリップというところはですね、そのグリップというのはですね、こうやって握るとかつまむというようなものを英語にしたものなんですけれども、で、その握るという行為に対してですね、ウェイトリフター業界ではサムレスグリップ、サムランドグリップ、でこういうふうな言葉があります。結構このウェイトリフター業界では重要視されておりますサムレスグリップ、サムアランドグリップ、この観点からですね、ダーツに活かせるので、そのお話をさせていただきます。はい、このようにですね、ピロキのダーツ上達道場では身体操作のメカニズムから紐解いてダーツ上達のコツをお伝えする番組となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。で、私もですね、結構グリップ悩みます。まあ、それこそですね、以前動画でも上げたんですけども、グリップ沼、このグリップ沼にたびたびハマります。ハマりますけど、ハマってました。で、そのグリップ沼をですね、抜け出すきっかけとして、どういうことをですね、一番重要にしたかというとですね、この完璧を求めない、で、この考えを取り入れてからグリップ沼から抜け出すことができました。で、このトッププロの方たちもですね、共通してこの言葉出ます。グリップは考えてもしょうがない、たとえ調子が悪くてもグリップのせいにはせず、他の部分が悪いと考えてもうグリップは無視をしている、こんな感じで口を揃えております。まあ、とはいうものですね、どうしても投げてて違和感を感じるときって、もうグリップに目が行きがちになるんですよね。だって違和感を感じるときってダイレクトにこの指に来ますからね、グリップに来ますからね。まあ、でもこれ多くの場合ですね、このグリップにやっぱり問題はなくて、別のところに問題はあります。なので私の道場に来てくださった生徒さんもですね、グリップが悪いからリリースの手離れが悪くてなんかうまくいかないんですみたいな相談あるんですけれども、まあ、よくよくですね、レッスンを進めていくと、グリップではなくて体の軸がしっかりと揃えてなかったりとかですね、腕の使い方を間違った使い方を利用したりとか、そういった問題を抱えている方が多くてですね、しっかりと軸を揃えてあげたりとか、腕をですね、正しくセットアップさせてあげたりとかですね、まあ、そうするだけですね、ダーツの指真似がスムーズになったりもします。こうすることでダーツにうまく力が伝わって、スムーズに腕が伸びて手首が止まったりうねったりすることがなくなります。ただですね、でもどうしてもそんな中でもグリップをどうにかして変えないケースも存在することは事実なんですね。それがですね、このサムレスグリップでダーツをグリップしているケースです。で、さっきからですね、何度も言ってるこのサムレスグリップってなんだっていうところになると思うんですが、このサムレスグリップというのはですね、その名の通り親指を使わない、ね、親指がないって書いてるんですけれども、親指を使わないグリップのことです。いやいや、ダーツ投げるときって絶対親指使うじゃないですかっていう反論があるかもしれませんが、絶対この親指支えますよね。実際親指使わないとグリップできません。その通りです。じゃあどういうのがサムレスグリップなんだよっていう話をさせていただきます。で、こんな状態のことです。手をですね、開いてもらって真横に親指が来るピーンとした状態ですね。こういう風な状態、こういう風な状態を作ることがサムレスグリップと言います。で、このサムレスグリップについてもうちょっとだけ深く説明したいと思います。で、ウェイトリフターの方がですね、こうやって指に、ね、バーベルをかけて持ったりする持ち方ですね、こうやって普通持つんですけれども、こうやってバーベルシャフトを持つんですけれども、こうやって親指を反らせてサムレスグリップにして持つやり方をすると、この腕の部分がですね、あんまり効かなくなって、例えばですね、まあ、ベンチプレスなんかするときにですね、こういうふうなグリップを使ってやると、ダイレクトに胸筋、大胸筋とか背筋、背中とかに負荷が来るようになります。特定の自分が大きくしたい、効かせたい筋肉に効かせる場合には、このサムレスグリップが有効だとされております。ね、このイメージとしてはシャフトをですね、もう乗せるとか、シャフトを引っ掛ける、こういうふうなイメージです。で、結構ウェイトリフターの方、この持ち方をするときですね、シャフトを落とさないように、バーベルを落とさないように結構気をつけているみたいです。なんかこの話を聞いてると、ダーツでも同じようなことが言えると思いません？で、このサムレスグリップでダーツを握ると指がうまく効かなかったりとか、手首とか肘とか肩、これをうまく使えない、そういう風な気がしませんか？で、実際にサムレスグリップでダーツを握ると腕の動きはスムーズになりません。
ね、このサムレスグリップをするとですね、腕の動きも動きづらくなるし、指もですね、動きづらくなります。特に人差し指、中指、薬指、この3本の指がですね、使いにくくなります。本当に動かしづらくなります。なんかこの3本の指だけと思われがちなんですけれども、人間というのはですね、この親指と人差し指、この2つの指をですね、軸、フレームとして使います。この親指と小指をフレームとして使うことで3本の指を自由に効かせる、そういうふうなですね、人間の手のメカニズムがあります。でこの親指と小指がですね、固まっていないと、この3本の指っていうのはですね、スムーズに動かなくなって、指を効かず、そういうことができにくくなります。なのでサムレスグリップ、ね、サムレスグリップにして指を、ね、極端に反らして握ったりしてグリップを作ると、腕全体、指にかけての出力が低下してしまうので、高いパフォーマンスを発揮できにくくなります。で実はですね、この結構ですね、このサムレスグリップでダーツを持ってる選手多いですね。ダーツは軽いので飛ばせないっていうことはないんですけれども、体のどこかに負担は絶対出てきます。でちょっとここ少しですね、微考をさせてもらうんですけれども、海外のプレイヤーとかで結構親指をですね、こうやって反らしてる握り方ね、そういうプレイヤーもいますよね。親指がこうやってビヨーンと立ってるような、しっかり親指が反らしてる、こういう風な、ね、握り方してる方もいると思うんですけれども、これはですね、サムレスグリップではないです。ちゃんとですね、こういう風な輪っか、ね、こういう風な輪っかを作った状態で、輪っかを作った状態から絞り込んで、ね、キュルキュルとダーツを絞り込んで握っているので、これはサムレスグリップではないです。サムレスグリップというのはあくまでも親指をですね、こうやって他の4本の指、3本の指と揃えてから合わせる、そこにダーツをはめ込んでグリップする、こういう風な握り方、これがサムレスグリップというグリップです、ね、グリップというのはあくまでもこの3本の指、この3本の指をしっかりと使うことです。なので、ね、この親指を自由に使うっていうような感じですね。親指をこうやってうまく使うという風なのではなくて、やっぱりダーツ投げるときですね、この親指っていうのはなるべく固定したような投げ方にした方がいいですね。こうやってパッと開くのではなくて、親指を軸として壁としてこうやって使う、ね、こうやって使う、そういう風な使い方をした方がいいかなと思います。振り出す、送り出す、そういうときは親指で壁を作るイメージ、それを持った方がいいかなと思います。実際のそのなんか動画とか見た場面で、親指をなんか綺麗に使っているなって見える選手もいるかもしれませんが、もしかしたらその選手はですね、実は親指を使っていなくて、他の3本の指を上手に使って勝手に親指が伸びてるように見えるだけなのかもしれません。この指の使い方に関してはですね、ちょっと利き指というものが存在するので、またちょっと別の動画で上げたいと、お話ししたいと思います。はい、ということで今回はですね、ダーツのグリップ、これについてお話をさせていただきました。グリップに完璧を求めない、グリップが悪いんじゃなくて別のどこかの部分が悪い、でこういう考え方を頭に入れてもらった上で、サムレスグリップのこともなんとなく理解していただいて、皆さんのダーツのグリップ沼、これを抜け出すヒント、きっかけになれれば幸いです。はい、このようにですね、ピロキのダーツ上達道場では、実際にですね、リアルで個人レッスンもやっております。もうちょっとここのところ詳しく聞きたいなとか、そういう方がいらっしゃったらですね、ぜひリアル道場まで足を運んでください。概要欄の方にもですね、予約サイト貼っております、ね、ホームページもあります。神奈川県横浜市瀬谷区というところで、ちょっと駅から離れてるんですけれども、そういったところで道場をやっております。ということで本日もありがとうございました。このようにですね、皆様のダーツ上達をサポートする動画をどんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では皆さん、ダーツいってらっしゃい。シュー。